9点 VIP 会員でお買い物が大好きです。いよいよ待ちに待った目代わりが始まります。最近のお気に入りの中から目代わりで買えるおすすめのアイテムをたっぷり12品ご紹介します。うさくま、うさくま、パリパリゾンビ肌がプルンとむき卵に変わる肌パック部門1位はスキン1004ゾンビパック。9点で2490円で販売しています。弾力ケア、角質ケアにおすすめの洗い流すパックです。パウダーと美容液を混ぜて使います。付属のブラシで混ぜていきます。卵の白身に含まれるアルブミンという成分をなんと卵8個分もたっぷり配合しています。古くなった角質や肌の汚れを除去して毛穴を引き締める効果を期待できます。10分から15分ほど乾燥させるととろみのあったテクスチャーはパリパリに変化します。このパックのいいところは落とすときに剥がすのではなくぬるま湯で洗い流すというところです。剥がすタイプではないので肌に優しく角質ケアをすることができます。洗い流した後はツルツルしっとりしています。実際に顔に使うと肌に薄く膜を張る感じで綺麗に伸びてくれました。付属のブラシを使うと細かい部分も綺麗に伸ばしやすいです。卵白の成分が入っているので独特の生っぽい香りがします。顔全体に使ってもちょっと余るくらいのたっぷりの量が入っています。ダマにならずに綺麗に伸ばすことができました。ピリピリした刺激感もありません。10分ほど経つと完全に乾燥しています。私はドロドロしすぎずパリパリもしすぎずいい感じに使えているんですけど、この10分後の状態がドロドロしていると弾力不足で、パサパサしていると水分不足だそうです。洗い流してきます。こう見るとほっぺたはあんまり乾燥してないんですけど、なんか口周りだけすごく乾燥しています。ぬるま湯で洗い流すと綺麗にさっぱり洗い流せました。ピリピリっと剥がすタイプの角質ケアではなくて、ぬるま湯で優しく洗い流すタイプなので肌に優しく使えるところが気に入っています。お肌がツルツルすっきりしたなという感じがします。使った後はしっかり保湿ケアをしてください。続いて、いろんなクレンジングを使っても結局戻ってくるクレンジング部門1位は魔女工場ピュアクレンジングオイル。9点で2900円で販売しています。累計販売数300万本を超えている大人気のクレンジングです。落ちにくいマスカラなどを洗い流してみます。14のオイル成分と皮脂と似たホホバオイルを配合していて、水と混ぜるとオイルが乳白色に乳化してメイク汚れや毛穴汚れを落としてくれます。いろいろなクレンジングオイルを使ってもやっぱりまた使いたくなってリピして使っています。 99.9% 自然由来の成分で肌への刺激感もなく優しく使うことができます。洗い上がりは肌が突っ張らずしっとりしてくれます。サマー大容量バージョンは夏らしいパッケージも可愛くておすすめです。続いて、美容液が超たっぷり水が入っていないパック部門1位はノーウォーターシカールブチンマスク10枚。9点で2280円で販売しています。 0.18mm と極薄のスーパースリムヌードセルシートが気持ちいいです。精製水の代わりにビタミンとミネラルが豊富なアロエビラ保湿成分やツボクサエキス、マデカッソシドなど5つのシカ成分を配合した超贅沢なパックです。実際に顔に使ってみます。開けた瞬間こんなに美容液が滴ってきます。ちなみに成分が強すぎると肌がピリピリしてしまうこともあるのではないかと心配になるかもしれませんが、肌底刺激テストもきちんとクリアしていて敏感肌でも優しく使うことができます。ベタつきのない高保湿栄養アンプルがさっぱりした使用感で肌に保湿と栄養を与えてくれます。お肌が疲れてるなと思った時についつい使いたくなるパックです。続いて、50種類の発酵成分に感動、美容液みたいなトナー部門1位はナンバーズイン3番ウルツヤ発酵トナー。9点で2700円で販売しています。
ビフィズス菌培養エキス、クロレラ発酵物など50種類の発酵成分をたっぷり含んでいます。前回の目代わりで購入して気づいたらついつい手に取っています。美容液のようなとろみのあるテクスチャーで、使うとうるっとツヤっとした肌に導いてくれるところが大好きです。ナイアシンアミドも配合していて、シミ予防、シワ改善効果も期待できます。本当に買ってよかった。最近一押しの推し化粧水です。発酵アイテム特有の独特な香りがします。化粧水とは思えない美容液みたいな使用感です。肌に伸ばすとベタつき感なくスーッと馴染んでくれます。続いて肌鎮静といえばこれ、ツボクサエキス 100% 配合美容液部門1位はスキン1004センテラアンプル、9点で1840円で販売しています。肌鎮静といえばツボクサエキス、そんなツボクサエキスをなんと 100% 配合した美容液です。 EWG グリーン等級で肌に優しく揺らぎやすい肌のケアをすることができます。ベタつかないサラッとしたテクスチャーで朝も夜も使いやすいです。この美容液は肌に刺激感もなく使えて、ツボクサの香りも強すぎないところが気に入っています。テクスチャーがサラッとしていて重ね使いしやすく、2、3回重ね塗りして使うのがおすすめです。 55ml としっかり大きめの美容液です。3回ほど肌に重ねましたが全然ベタベタしないです。センテラシリーズは他のアイテムも肌への刺激感なく優しく使えてよかったです。いろいろなアイテムを試してみたい人は、人気のセンテラシリーズがたっぷり試せるトラベルキットもおすすめです。洗顔料、トナー、アンプル、スージングクリーム、クレンジングオイル、中には5点も入っています。しかもアンプルは 30ml としっかりしたサイズが入っていて嬉しかったです。続いて肌パン、ハリツヤビタミン美容液部門1位はアイオペビタミン C23、9点で5500円で販売しています。お肌の弾力やシワ、シミ、そばかすに効果を期待できるビタミン美容液です。使った後の肌の弾力とツヤ感が好きで、気がつくと手に取っています。とろみがあってヌルヌル感のあるテクスチャーです。成分が強いので人によっては使うと肌がピリッとする感じがあるかもしれないです。私の場合は使っていくうちに慣れて、今はそんなに強い刺激感は感じないです。お菓子のレモンのような酸っぱい香りがします。冷蔵庫で冷やしてお風呂上がりに使っています。続いてびっくりした新感覚のシカクリーム部門1位はリアルバリアシカリリーフクリーム、9点で2600円で販売しています。精製水の代わりにツボクサエキスを 50% も配合している超肌鎮静クリームです。肌にラッピング保護膜を形成してくれて、刺激から肌を守ってくれます。もったりしたテクスチャーで、正直伸びがそんなに良くないので最初はびっくりしたのですが、使い続けるうちに他にはない使用感に惚れ込みました。薄い膜を張って肌を優しくガードしてくれる感じが気に入っています。気に入って使っているのでもうすぐ使い切りそうです。続いて手を汚さずに使えるクッション型日焼け止め部門1位はダルバウォータフルフレッシュサンクッション、9点で4200円で販売しています。珍しいクッションタイプのファンデーションです。パフには細かい穴が開いています。蓋の裏にはザラザラした面があって、量の調整もしやすいです。白浮きテカリなく肌がしっとりしてくれて、使いやすいところが気に入っています。ツボクサエキスや8種類のヒアルロン酸を配合していて、肌に優しく使うことができます。サイズは結構大きいです。パフで塗るので細かいところまでムラなく綺麗に塗りやすいです。見ていただいて分かる通り、日焼け止めを塗ってる感があまりなくて、ポンポンするだけで簡単に塗れるので、忙しい朝メイク前にすごく使いやすいです。手を汚さずムラにならず綺麗に均一に塗れるところが気に入っています。この夏おすすめのアイテムです。続いてこれはすごい髪の毛しっとりバームトリートメント部門1位はラドールワンダーバーム、9点で2800円で販売しています。バームタイプでねっとりした洗い流すトリートメントです。
ラドールはどのヘアケアも超優秀なのですが、こちらは特におすすめです。プロテインや20種類のアミノ酸を配合していて、髪の毛に必要なタンパク質が水分を補い、張り腰のある髪へ整えてくれます。個人的には今まで使っていたトリートメントは何だったんだと思うくらい気に入っているヘアケアです。韓国のヘアケアは香りが強すぎることもあるのですが、こちらは香りも優しく使いやすいです。髪の毛に使うとしっとりさらっとまとまってくれます。髪の毛がパサついて乾燥しがちな方にとてもおすすめなので、よかったら使ってみてもらえたら嬉しいです。続いてリップにもチークにもアイシャドウにもなる一石三鳥のドロリップ部門1位は、イントゥーユーマットリップ&チーク EM03 モデルテラコッタ、9点で1788円で販売しています。こちらは1000万本以上売れている人気のドロ質感リップです。指で軽くなじませるだけで簡単にふんわりした色になります。ドロ質感のアイテムですが、ダマにならず塗り心地が気持ちいいです。この EM03 という色が本当に可愛くて気に入っています。明るすぎず暗すぎない、絶妙で落ち着いた使いやすいカラーです。頬に使ってなじませるとじんわりしたチークとしても使えます。目元に使うと単色アイシャドウとしても使えます。メイクのトーンが揃うので簡単に統一感のあるメイクができます。続いて妖精みたいな目元になれる繊細アイシャドウ部門1位は、ロボ&ベターザンパレット08ピーチダリアガーデン、9点で3100円で販売しています。アイパレの中に入っているチラチララメが可愛いです。妖精のウインクのような感じで細かくキラキラ輝いてくれます。色を出してみるとこんな感じです。濃すぎず派手すぎない使いやすいカラーが揃っています。ラメがギラギラすぎないのでめちゃくちゃおすすめです。仕事でも友達と遊ぶ時でも日常使いにおすすめの可愛いアイパレです。続いて小腹が空いた時にパッと食べれる美味しいキムチ部門1位は、ビビゴ冷凍キムチ20袋セット、9点で3014円で販売しています。室温で30分置くか、未開封のまま流水に1分さらすだけで解凍できます。小分けになっているので食べる量が調整しやすく、冷凍なので賞味期限も長く、時間がない時にパッと一品簡単に増やすことができます。1袋にちょうど1食分くらいの量が入っています。めちゃくちゃ美味しくて大好きなキムチです。実際に食べてみます。コクのある程よい辛さが美味しいです。ご飯との相性がとてもいいキムチです。個包装なので食べたい時にパッと食べられるのが嬉しいです。目代わりで皆さんが狙っているアイテムは何ですか？もしよかったらコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。